セットプレーのチャンスはガイナーレ鳥取、今日ゴールも決めているフェルナンジーニョがボールを蹴ります。レオナルド中にいますが、中押し込めるか、赤い、ここは惜しいシーンです。ただまだセカンドボール、もう一度上げる、レオナルド頭決めました。追加点はガイナーレ鳥取、レオナルドゴールを決めました。3試合ぶりのゴール、ガンマ大阪 U23 戦以来3試合ぶりのゴールはレオナルド。セットプレーから甲斐がシュートを打って再び中に入れたボール、最後はヘディング、レオナルド、これで今シーズン10得点目、これで0対2です。頼れる外国人プレーヤーフェルナンジーニョとレオナルドが得点を決めて、ガイナーレ鳥取0対2。